おばあちゃん消化の儀か。そんな、あの花自体がおばあちゃんだったのかな。ちょっと照れちゃったのかな。なんだか生まれ変わった気分。新しい世界に気づけたってことさ。これは温泉のあれの左側か。カラスが鳴いてる。帰らなきゃ。そしてまたお花さん散ってきてるね。今朝起きた時は全てが悲しくて嫌に思えたのに、今は全てが輝いて見える。不思議だな。綺麗なものを見る。パパとママに気持ちを伝えるはどうだろう。ママはともかくとして、やっぱあの電話はパパ優先で行った方がいいのかな。コインないかな、こういう裏側とかさ。あー、ほんとガチャガチャやんなければよかったでもやれるってことは、あれをやったところでも足りるってことはないのかな。これ一個だけなんか竹が光ってるとかないかな。それか2周目になるとなんかより集められるとか、なんかそういうのを期待してしまうけど。お、階段を下っていくと、このまま下っていくと電車の駅があるの。そうなんだ。いろんなところに行ったけど疲れちゃったね。僕も。お日様が沈んでいく。本当だ。やりたいことはない？その今のうちに。最後の夕焼けを一緒に見たいな。うわぁ、四季を悟った人の発言だよ。うん、わかった。どこで見たい？綺麗な場所がいいな。お風呂？あれから行ってなかったけど。おばあちゃんとの思い出の場所か。そこにおばあちゃんと会える何かありそうだね。向こうに丘があるの。うん、急ごっか。よし、競歩で行こう。あ、カラス。これ下って行っちゃうと、あ、行けないよかった、分かれ道がない方が助かるわ。あ、カラスがいっぱい来た。あ、これヒガンバナ。おお、そしてボス娘か。カラスのクイーン、よくぞここまで来た。だがその花はもう長くはない。知ってる知ってるシンクロしちゃった。そやつは嘘つきだ。祖母に会うことなどかなわぬのにな。そっか、うん、そうだよね。だってそんなの起こりこないもん。でもこんな超常現象これだけ起きてんだからさ、まだ期待していいんじゃないか。とびっきりの一日は過ごせたから。そこは嘘じゃなかった。ねえ、どうして私の邪魔をしたの。我らが務めだ。世界の秩序を守らねばならん。ねえ、異常なことではあるからね。現世に生きるね、普通の人間には体験させちゃいけないことだったんだろうな。お前の人生が変われば世界そのものが変わってしまう。加えてその花、そのクソ花、かような過度な介入は決して許されておらぬ。終わりが近い。お、そろそろエンディングかい。あと何パートぐらいだろう。日没とともにその花の命はついえ、世界はあるべき姿を取り戻そう。勉強、家事、母親のこと、すべてが元通りになり、お前も今までと変わらぬ日々に戻る。残された時間を楽しむがいい。まだ過ごさせてはくれるんだね。私、わかったの。明日からはまた一人かもしれない。毎日変わらない空を見て、猫さんとも話せず、みんなに無視されるかもしれない。でも、今日やり遂げた特別なことは残るから。だから、世界はきっと違って見える。
それで十分かなって。ふん。ほう。だが、そのクソバナの運命は変えられん。祖母に会い、最後の秘密を尋ねることも叶わぬであろう。あ、これはフラグ足りないようのヒントなのかな。認めよう。お前は諦めなかった。さらばだ、スミレ。我らが話すことは二度とあるまい。さよなら、カラスの女王さん。バッサ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 。あの女王さん、飛ぶとき自分で効果音言ってる。本当なの？ごめんね、ごめんね。悲しい顔しないでよ。時間みたいだね。もう飛べないや。休もうか。家を出なきゃよかったよ。お花さんを摘むんじゃなかった。でもさ、僕らとびっきりの一日を過ごせたじゃん。まだ意外と飛べてるね。ああ、夜に、あ、着地。ごめんね、スミレ。そういえば、あのオープニングのタイトル画面って夜だったね。あれは全てが終わった後の情景なのかな。でもいい一日だったよね。うん。運んであげる。丘を登って一緒に夕焼けを見よう。けどさ、それってあの丘だよ。うん、分かってる。無理はしなくていいよ。けど最後の夕焼けを一緒に見れないよ。いいんだ、一緒に楽しい時間を過ごせたしさ。うん、やっぱり連れてく。ごめんね、ばあちゃんには会えないかもだけど。フラグが足りないってことですか。最後にもう一度だけ夕焼けを見れたら、それってすっごく嬉しいな。ちょっとコイン探そうで、コイン探そうで。今コインゲットしてもしょうがなそうだな。そしてお花さんがもうぐったりだ。目も開かなくなってきてる。なんだなんだこの傾斜は。見て、ホタルだ。おばあちゃんが言ってた。ホタルは大自然の音を連れてくるって。一緒に聞こっか。ちょいーん。あの夢が全ての始まり、そしてお花さんと出会った。覚えてるよ。空の色も移ろいでいったね。私たちが過ごした時間と一緒に。素敵な一日だったよ。何それ、ちょっとジューシー。畑かかしさんを助けたっけ。二人で力を合わせて。かかしさん、すっかり六代目火影として自信を取り戻したよね。知恵にも会ったね。ちゃんと仲直りできた。許すことも大切なんだよ。クソバナさんのおかげで坊と友達になれた。もう寂しくない。彼っていい子だよ。まさか坊とくっつくルートか。ケンジのことでは勇気をもらって初めて恋を知った気がするの。君の大切な思い出だね。うん、チュッチュしちゃったからな。そして変わっていく空を一緒に眺めたね。私たちも変わったかな。うん。見て、ついてよ。お花さん、まだ生きてるよね。やべえ、お花さんがもう超ぐったりだよ。でもまだお花
花びら一つ残ってるからギリいけるはず。最後にコッコへ来た時、おばあちゃんはすごく幸せそうだったけど、何を話したか思い出せない。ちゃんと聞いとけばよかったな。うん。クソバナさん、どうしたの？木のところへ行きたいの？え？本当に？え、なになに、ちょっと教えてよ。ちょっと俺たちにも教えてよ。木っていうのが、ね、あのタイトル画面のあの木かね。うわあ、コッコってすっごく綺麗。ほら、町の向こうまで見渡せるよ。ねえ、お花さん。あ、見て、あんなに大きな太陽が沈んでくよ。お花さん、約束守ったよ。ねえ、できたかな？とびっきりの一日に。いろいろノートに書いたけど、本当の願いは一つだけだった。おばあちゃんにもう一度だけ会えるかな。どうなんだろう。お花さん、あったかいなり。お願い、置いていかないで。すみれ、あ、ダメ。わあ、最後の花びらまで向こうを向いてるってのがまたね。おばあちゃん消化の儀か。そんな、あの花自体がおばあちゃんだったのかな。こんなことって、信じられない。今さら、もうほんといろんな現象起きまくってたでしょ。おばあちゃんのかわいいすみれ、よく頑張ったわね。おばあちゃん、戻ってきてくれた。ここさ、最後に二人で来た場所へ。そこまで考えてなかったけど、おばあちゃんは私に何かを伝えようとしてた。すごく大切なことを。ええ、そうね。お花さんに会えたのね。うん、今日はずっと一緒にいたよ。あ、なんか飛んできた。でも、おばあちゃんはもう。しー、こっちへ来て、お顔をよく見せて。知った。ああ、なんて可愛いのかしら。でも、どうしてここに？すみれに会いたいって願ったの。あの世へ行く前にもう一度だけね。あれかな、占いババに頼んであの一日だけ戻してもらうとか、そっちのパターンはいけなかったんですかね。けど、長くはいられないわ。夢の中でおばあちゃんに会ったの。私に何か伝えようとしてた。けど、それがなんだかわからなくて。そうね。でも、まずはスミレに見せたいものがあるの。ボロン。何？これ。覚えてる？夢。手帳だ。おばあちゃんの夢手帳。すっかり忘れてた。さ、あたしの夢手帳。あなたくらいの頃に作ったのよ。行きたかった場所や、やりたかったことが全部書いてあるの。ああ、スミレがやってきたあのノートと一緒だね。でも、読めないよ。あ、でもなんか可愛いな、イラストうめえな、おばあちゃん。そうね。もう、
誰にも読めなくなってしまったけれど、どんな夢を書いたかは全部覚えてる。飛行機に乗ったり、パリに住んだり、この流れで絶対ラジバンダリって言うと思ったでしょ。そんな安直じゃないわよ、おばあちゃんは。ふん。家を買ったり、ラジバンダリ。おばあちゃん、結局言ってるよ。おじいさんのような男性と結ばれたかったこともね。おかげさまで